そうですね、まず催眠の入り方はですね、この両手の親指を中にギュッと握りしめてやるんですね。この親指というのは自分自身を暗喩しておりまして、それをこうやって、このカバーするんで、この自分で自分を守っていると、非常に安全な状態に今なっているんですよということなんですね。で、これをももの上に乗せまして、で、両手の親指の中にギュッと握りしめ、目をギュッとつぶり、歯を食いしばると。これは誤調を合わせるために目をぎゅっとつぶり歯を食いしばるとかって言ってるんですけども、目をつぶってですね、口を閉じればそれいいんですけども、でその後に体全体の筋肉にぐっと力を入れていますので、つま先から頭のてっぺんにある筋肉という筋肉にですね、全部力を入れていただきまして、でこの時に顔が真っ赤になるぐらい力を入れてですね、数を3つ数えたら息を吐きますって言いますので、私が1つ2つ3つそして「はー」って言ったら口から思いっきりですね「はー」と吐いていただく。鼻からお上品に炊こうと思うと十分なリラックスができません。口から思いっきりはーっと鳴くとですね、緊張の状態と弛緩の状態っていうのをしっかりと感じることができると。で、催眠の場合には弛緩をしていると入りやすいのでですね、しっかりと弛緩の状態っていうのはこういうんだっていうのを分かっていただくために、顔が真っ赤になるぐらいその力を入れるということをします。で、息を吐く時には口から吐いてしっかりと脱力をする。で、その後さらに力を抜いていくように、つま先から力を抜けた、かかとから力を抜けたというように私が言っていきますので、催眠は彼自身の主体的な努力の結果なんでですね、この力が私の誘導を聞いていれば力が抜けるじゃなくって、皆さんの方が自ら力を抜いていこうと思うんで力が抜けていくわけなんですね。ですから自分からどんどん力を抜いていく。で、その時に力を抜けたかどうか試してみようと思うとまた緊張しますんでですね、試すことせずにどん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 抜けた抜けた抜けたと思っていっていただけるとそれは OK と。で、体全体から力を抜けてとっても息分出していますんで、いい気分になっていただきましてですね、で、その後は草原をイメージして、で、草原にですね、ドラえもんのどこでもドアみたいな扉があるというのを持っていただきまして、その扉を開けてみると心の奥底に続く階段があると。で、とても素敵な階段を思い描いていただきまして、こんな感じで絨毯が敷いてあってですね、観葉植物が置いてあったりとかしましてですね、で、この階段を一段乗れるごとに催眠が10倍ずつ深くなっていくんだって言って、実際にですね、自分でですね、自己繁盛していくわけですね。で、そうしていくとどん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 深くなっていって、で、一番下に突っ込むにはとっても深い催眠状態に入っていると。で、目の前に扉がまたありましてですね、その扉を開けるとこういうふうなリラックスできる場所があってですね、で、イメージの中でリラックスしていくと。で、そうすると催眠がどんどん深まっていくということになります。で、催眠にこの入った後は今度は催眠を解くんですけども、催眠を解くことを解催眠というのを呼ぶんですよね。で、この解催眠、催眠が上手に解けたこととかっていうのをですね、気にする人もいるんですけども、あまり気にしなくても大丈夫ですと。催眠状態になった後何もしないでいると自然に催眠が解けて覚醒状態に戻るか、たまにですね、寝てしまうと。で、寝て起きた後はしっかりと催眠から解けているということになります。で、さらにですね、具体的な催眠を解く方法っていうのはですね、まず意識的に催眠を解こうと思うと、そして深呼吸をしてさらに、体の筋肉に力を入れたり緩めたりしてですね、で、伸びをして目を開けてですね、完全に催眠を解くというふうなことをします。ところが催眠の最中にですね、まだ催眠の状態でいたいのに浅くなってしまったというふうに感じる場合にはですね、意識的に催眠状態を深めようとすると、おいで深呼吸を3回して心を落ち着けると。ですから催眠を深めたり解いたりするのは催眠を療法をする人に頼らずとも自分の意思でどうにでもなると。催眠を解こうと解きたい時には催眠を解きたいと思って深呼吸をすれば解けると。それは催眠を深めようと思う時には催眠を深めようと思って深呼吸をすればよいと。だから自分がどう思うか、深めたいと思ったら、深めることができるし、浅く解こうと思ったら解くことができるということなんですね。ですから、自分でですね、主体的な努力をしていただきますと催眠はうまくいくということになります。ですから人に頼るんじゃなくて自分から積極的にその状態になろうと思うとなるということになります。